よいしょ、重いめっちゃ重い。どうも、泉圭介です。皆さん、ついにですね、今日はあるものが届いたんですけれども、それのね、紹介をしていきたいなと思います。もしよろしければチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。当店で今からね3年ぐらい前になるんですかね、当時ねプレイフェアで一緒にお仕事してたスイちゃんとね作った商品がありました。それが何かっていうと、このねダース箱ってものになります。まあトランプの保管っていうのはもう僕自身ねずっと靴箱のね箱とかでねこうよくやっているんですけれども、まあ大体ねその紙がね脆いとかサイズが合ってなくてこう重ねるとぐしゃぐしゃになるとかね、まあ結構不満点があったんですよ。で、まあ僕自身デッグがすごく好きなので、保管用のね、このダースの箱っていうのを作りたくて、まあそれね、こう作ったんですよ。サイズもぴったりで、このね、こうギザギザになって取り出しやすいっていうね。まあもしかしたらね、お持ちの皆さんは、こうなんか、あ、なんかいい感じに作ってんねっていうふうにね、ご理解いただけると思うんですけれども、これがずっとね、黒しかなかったんですよ。黒しかなくて、いい加減ね、まあなんか、新色作りたいなっていうのを思っていたんですけれども、今日はですね、それをね、新色届いたんでね、これをね皆さんと一緒に開けていきたいなと思います。見ていこう。そう、毎回ねこんな感じの段ボール届くんですけれども、開けていきたいなと思います。そしてこのポスターね、いい加減ちょっと新しいのに変えたいんだけれどもなんかね新しいのないかな。よし、開けていくよ。おいしょ、じゃじゃーん、いくぜ。果たしてもうピャーっていくよ。ゆっくりいくよ。よいしょ、なんかピントが合ってない気するけど多分大丈夫だよね。よいしょ。さあ、開けるよ、開けるよ。行くよ、どんな感じだし、行きますよ。5か、一応、よいしょ。おー、すげえ。おー、やべえ、これだよ、これ。そう、今回作ったのがですね、じゃじゃん、こちら、ダース箱のね、新色の茶色になりますと、このね、インテリアとして考えたときに、まあ、この黒っていうのは、ま、すごくね、いいと思うんですよ。何でも合うと思うんですけれども、まあ、黒だけじゃなくて、やっぱり他の色もあって、まだその色って何がいいかなって言ったら、まあ、ブラウンじゃないっていうので、ちょっとね、今回ね、これをね、作ってみました。これ良くないっすか？もうちょっとね、濃い系のね、こう茶色もあったんですけれども、ただね、濃すぎるとね、こう黒とあんま、なんか見分けつかなくなる感じがするから、ちょっとね、あえて黒とは違う色のね、明るめの茶色をね、選んでみましたが、めっちゃ良くないですか、これ。やば、いいね。で、ちゃんとこう、プレイフェアのね、こう皆さんが知ってるかな、このロゴがね、ちゃんとこうね、入っているんですが、これもね、白押ししてるんですよ。実際のね、こう黒のやつもね、ここにね、入っているんだけれども、白でね、ドドーンとやっております。それの茶色になりますよ。良くないですか、これ。じゃん、組み立てると、こんな感じ。すげえ、めっちゃいい。ほら。良くないですか。かっこいいね。いや、これはね、皆さんもね、気に入るんじゃないかなと思うんですけれども、これ皆さんね、これ段ボール。ここね、もう一個下にあるじゃないですか。これね、もう一個あるんだよ。そう、今回作ったのがですね、ブラウンだけじゃなくて、もう一色ね、このアイボリーもね、作りました。おー、すげー、やばー、かっこいい。アイボリーの方はね、プレイフェアのロゴをね、黒にね、しております。おー、こんな感じになるのか。じゃじゃーん、3色ね、できました。こんな感じになります。これはかなりいいのではないか。でね、こう開けるとね、こうスッてこのプレイフェアのロゴがね、こう黒でね、こうドーンって出てきて、じゃじゃーん、めっちゃいい感じ。このね、このアイボリーのね、清潔感、めっちゃ綺麗です。ちょっとね、普通の白ではなくて、若干ね、色味がかかった白色になっておりますので、非常に、もうクリーム色っていうのかな。すごく上品で、このブラウンもね、非常にシックな感じがして、かっこいいので、まあ黒もね、黒も非常にいいんですけれども、黒にね、まあ、ちょっと飽きちゃったというかね、まあ、何でも合うね、本当にいい色ではあるんだけれども、黒以外のね、色が欲しいっていう人がもしいれば、このね、ブラウンとね、アイボリーはね、めっちゃいいんじゃないかなって思うんですけれども、皆さん的にどうですかね。今日の動画はね、本当にこれだけなんですけど、ただね、この感動をね、皆さんにお伝えしたかっただけなんだけれども、本当にね、デック好きだったら、まあ、買って損は、どうだろうな。もう僕自身は損はないと思うんですけど、まあ、満足はね、するんじゃないでしょうか。普通にね、いい商品だと思います。で、梅雨対策もなりますしね、いいものだと思いますので、僕の中ではね、
非常におすすめではあります。デックの収納にねちょっと困っている人とかはねぜひとも購入してみてはいかがかなと思います。で一応ね知っているかもしれませんけど USB-C 12個ちゃんと入ります。でこのねカードカバーをつけていない状態で僕のつけてるんだけどつけていない状態だと、まあ、ギリギリね13個入ります。台湾製がちょっと分厚いので台湾製で12個入るようになっております。まあ、USB-C で13個入る感じになってるのでこのねジャスト感とかねこれめっちゃこれ頑張って計算してね当時作ったんだよこれそれのね空張りになります。まあ、皆さんね気に入ってくれたら非常に嬉しいです。ということでね今回はこれ新しく作りましたがどうでしょう。もう皆さんのねデックライフのねなんていうかなんていうのこれなんていうの色添えっていうのこれちょっとわかんないけれども皆さんのデックライフがねよりいいものになればなと思っております。ということでね最後までご視聴いただきありがとうございました。もしねこの動画が良かったなと思ったら高評価あとコメントでチャンネル登録お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。イエイ。